先生こんにちは。カイドの本当のところの古谷です。さて美脚マスターパーフェクトメソッド DVD ですね、丹羽先生の美脚のテクニックですけども、今日はですね、古谷がやってみました動画パート1ということで、動画をお送りしたいと思います。丹羽先生にはですね、許可をいただいてですね、この動画の配信をさせていただきます。いつも通りですね、やはり詳細なやり方ですね、特に今日やる技テクニックはですね、非常にちょっと見た目も派手なテクニックですので、丹羽先生の DVD をしっかり見ていただいてですね、やり方などはその DVD で学んでいただき、やっていただければと思います。はい、では早速ですけどもやっていきたいと思います。まずは検査ですね。この検査もですね、やはり私自身の独自の検査ですので、丹羽先生がやってるわけではありませんので、そこをちょっと組み合わせて考えておりますので、そこもご了承ください。はい、ではですね、まずはですね、両手ですね、両手を万歳していただけますか。はい、このやりやすさとか、今ちょっとこっち側の方があんまり上がってないかな、ちょっとまあ分かりにくい、いいですけどね、非常にね、両手ついてますしね、はい、こっちはまあちょっとつきにくい感じしてますけどね、はい、いいです。はい、結構です。もう一回上げてください。はい、この感じ覚えててくださいね、やり方ね。はい、いいですよ、結構です。はい、じゃあちょっとね、首の検査をちょっとやっていきたいと思います。私の方はまあよく首のモーションパルペーションをよく使いますんで、それをちょっとやっていきますね。まあ今全体的に首見るとですね、こういうC 型ですね。ご本人さんから見ると、まあ、逆の C ですね。あ、私から見ても逆の C ですね。 C、 このカーブですね、なってます。で、ちょっと2番にですね、問題がありますね。ですね、私から見てですね、右回線、こっちですね、こっちはだいぶ行くんですけども、左回線ですね、私から見て左回線、こっちは止まります。で、これ患者さんも分かります。止まりますよね。ちょっと見た目見てくださいね。この感じ、首の回線ですよ。はい、右、これ止まります。顔の向きももう違いますよね。はい、左。ごめんなさい、ちょっと軸ずれちゃった。はい。で、右、これ止まりますね。で、今私の右の、自主の部分がこう、抵抗というかブロックするものがすごい感じています。はい、で今からですね丹羽先生のテクニックをやってどう変わるかっていうのをやっていきたいと思います。はい、じゃあ力スーッと抜いてくださいね。呼吸は普通にしておいてください。若干口開きましょうか。はい、だらーんと力抜いてください。で、普通に呼吸しておいてください。はい、力だらーん抜いてくださいね。はい、ではですね、少し大きめに息を吸ってください。はい、吐いてください。はい、普通に呼吸してください。はい、ちょっと今やってみましたけども、この状態で、どういうふうになるかっていうのをチェックしていきたいと。はい、じゃあ手を万歳、両手してもらえますか。はい、はい、さてどう、あ、いいですね。これもかなりぶっつけなんですけども、以上ついてますね。はい。
はい、結構です。やりやすさどうですか？楽です。楽ですか？はい。左手の方がちょっと行きやすくなりましたね。はい。じゃあちょっと首の方をチェックしてみましょう。お、すごい。本当に取れてますね。2番にあったんですけども、今もうリアルで取れてます。ちょっと行きますよ。モーションパルペーションしますね。はい。ほら、ほら。僕止めてるんですよ、これ。はい。はい、もうこれもうね、行きますよね、分かりますよね。はい、もうこっちも全然こっちも大丈夫ですね。で、首もね、C 型だったんですけど、非常にストレートというかまっすぐな感じになってますね。はい、ここです。今ですね、ちょっと皆さん感じてると思うんですけど、美脚と言ってるのにですね、なんで胸椎上の方をするのかっていう部分あると思うんですけど、これはですね、丹羽先生がしっかり、中の方で説明してくれています。この方法をやることによって、やはりですね、全身を変えていく、足だけではなくて、丹羽先生の考え方ですね、全身をやはり見ていく、そして脳脊髄液、そういうものが非常に重要になってきますので、上の方を施術するという考え方で、今回のやってみましたっていうのを一発目にこれを持ってきたっていうのも一つ意味があるものです。ぜひですね、丹羽先生の美脚メソッドを学んでいただければと思います。ありがとうございました。